夕方になりまして、青森県は下北半島大間崎というところに来ました。おはぎさんも一緒です。夕暮れ時でちょうど今日暮れということで、夕焼け綺麗ですが、ここは青森県最北端であるということはですよ、本州の最北端でもあるわけです。大間崎来ました。ここからフェリーに乗って明日の朝一で北海道に渡るんですが、向こう側に北海道見えてますね。バッチリ見えてるね、北海道。わかるかな？島影というか、結構パノラマでやっぱでっかいですね、北海道ね。ずっとここまで北海道の大地なんでしょう、おそらくは。大間崎にはこんなオブジェクトもあって、マグロ一本釣りの町ってことで、おはぎさんもこんな感じでやってきました。日本州最北端におはぎさんも到達。マグロに興味あんのかな、おはぎさん。マグロの前でおはぎさん。ちなみにこのマグロはここに書いてあるんですけど、400キロ級の実物大なんだそうです。マグロの町大間、超高級品ですよね、大間のマグロってね。ここ本州最北端の地っていう石碑もありますね。大間の夕日とおはぎさん。いや、黒猫ってこういう時ほんと生えないね。影に見えるな。まあまあまあ、よし、おはぎさん、おはぎー。あ、でもこれいい絵じゃない？すごい象徴的だよこれ。もうあと5分ほどで日没になる直前な感じなんですけど、大間のね、展望台みたいになっている公園がありまして、これがシーサイドキャトルパーク大間っていうね、っていうところ。ここに来るとこの階段を登った先に行くとですね、大間の街と、今日は天気が良かったんで対岸の北海道がですね一望できるというねロケーションなので、ちょっとここで日没を見学しに行こうかと思っています。牛追ったキャトルパークなだけあって、牛がいる。して向こうに見えるあの東屋、あそこからの眺めがとってもいいんです。お、日没。もう海に沈むってるか北海道に沈むんだね。僕もちょっと日没ここで見るの初めてなんですけど。よいしょ。で、この東屋に登って、はい、ここが大間で一番景色のいいポイントだと思います。中央先端らへんが大間の街。対岸に見える大きな大地が北海道ということで、ちょうど今日の入り時刻となりまして、もう太陽半分以上隠れてますが、いつも曇ってたりしてたのでしっかり日没が大間で見れるのは初めてなんですが、僕も初めて見て知ったんですが、北海道の大地に日が沈んでいくんですね。海に日が沈むのではなくて、北海道の大地に日が沈んでいきます。シルエット見えますかね。これ雲じゃなくて北海道の大地ですよって言ってるうちに日が沈みましたね。はい、ありがとうございましたと言っていいのかわからないですが、初めて対岸の北海道がしっかり見える日にこの場所に来れたので、もうちょっと暗くなったら夜景も
綺麗なんじゃないかなと思うので、夜の時間にももう一度来てみようかなっていうふうに思っています。夜景を見に再び展望台にやってきました。やたらと犬に吠えられてますが、あっち側にどうやら番犬がいるらしいですが、まあ、ちょっと一旦それは置いといて、もちろん100万ドルの夜景といった風情には程遠いですけれども、手前のこの明かりの集団が大間の夜景です。で、一旦黒い海を挟んで遠くに見える明かり、見えてるかな、この辺の明かり、こういうやつ、この明かりが対岸の北海道の夜景の明かりなはずです。手前が大間で、奥のちょっと薄暗い感じの明かりが北海道の夜景と。天気がいいので対岸の北海道、本州から北海道の夜景が今見えてるっていうことは、ちょっと僕にとっては結構感動だったりしますね。明日の朝には向こう岸についているはずなんですけども、今晩のご飯はせっかく大間に来たってことで、やっぱりお魚かなって。まあ、昨日も気仙沼だったからお魚なんですが、昨日は牛タンとかね、ちょっと肉っぽいの食べちゃったんで、まあ、魚も食べましたが、お刺身昨日食べてないのでね、ちょっと新鮮なお刺身と思ってですね、いろいろ買ってみました。まずこの辺の地場のものと思ってね、はい、関根さん黒沿い、それから関根さんヒラメで、これ青森さんのタコ、半額になってたんでよっしゃと思って、でからこれ大畑さんクジラクジラまで買っちゃった。で、ムツワンの粒、これ半額で、あとこれ知らない人多いんじゃないかな、本州の人とかは、カスベの煮付けっていうのがあるんですけど、カスベっていうのはエイの縁側みたいなところですね。骨が軟骨なので骨ごと美味しくいただけるという、そういうものを煮付けにしたもの、カスベっていうね、この辺北海道とか青森とか北国でよく食べられる魚ですね。でから青森来たんで一応と思ってリンゴを買いました。食べるか食べないか分かんないですけどね、傷物なんで180円で3個ってすごい安いっていうね。それからこれちょっと分かんないんですけど、山の芋ネバリスターっていう謎の芋を使ったポテトサラダっていうのが売られてたので、道の駅七戸ってとこで買ったんですけど、ちょっとこれも当てにして食べようかなと思っています。で、今日のご飯に合わせるのは三戸のビール、里山エールってやつと、これはねどこだったっけな、あ、むつ市だから下北半島なんで大間の近くですね、むつの地酒、読めない、なんたらのい、有限会社関の井か、関の井というお酒を買いました。今日はこれで晩酌としたいと思います。大間といえば、まあ、誰もが知ってる超有名なマグロですけども、やっぱスーパー高級品で、一作買っただけでここにあるお刺身全部の金額よりも高いっていう、ちょっと劇的に高いので、ちょっと庶民の口には入りませんね、あれはね。まあ、買ってもよかったんですけども、ちょっと今回は品数重視ということでマグロはなし。それでは刺し盛りを作ろう。
おはぎさんが、そいよ。ちょっと、私食べる前に行くの。ちょっと、おはぎさん。さっきカリカリ食べてたやん。まだ食べんの？そう、食べられた。まな板に使えるペーパーまな板っていうかね、100均で売ってるんですけど、これがあると生物切ってもね、刺身とか切ってもまな板汚れないんで、こうやって捨てちゃうだけで済むので便利ってことで、いつも僕これ車に入ってます。とまな板は無傷、洗わなくて済むと。いただきます。2日目、の夜、お刺身ナイトでしたけども、明日から北海道です。おはぎさん。おはぎ。おはぎさん。おやすみなさーい。